カゴヤング、外でヤギです。はい。本日の企画はタオルビンタ対決。なんで痛いのばっかり。体張っていきましょうよ。真冬ですけど。そうですね。ちょっと軽く説明させてもらいますと、イッテ Q、はい、で、あのガンバレルーヤさんがやってた牛乳を含んでタオルでしばき合うという、で牛乳を拭いたら負けっていうゲームですね。あの見たことない人は概要欄に貼ってるんで見てみてください。めちゃくちゃ面白いんで、それをまあ僕たちもちょっとやってみようということで、はい、ヘイフィーバーの中で誰が一番防御力高いんやっていう。今回のタオルビンタ対決、リーグ戦で行います。はい、はい、初戦発表します。僕と同数がやります。はい、はい、よろしくお願いします。それの負けた者がヤギであります。はい、牛乳を含んでタオルでしばき合うという、もうただシンプルです。これだけです。レッツフィーバーシュファイ。吹く前にやりゃよかったのに。それでは第1回戦タオルビンタ対決、よーいスタート。せお、すごいね。アウト。まだまだ耐えてる。オッケー。強いな。アウト、アウト、これはアウトです。カゴヤングの勝利。あれ我慢強いのにね、ドースー君。いやー、入る場所が全然違うわ。思ったよりめちゃくちゃ痛いです。これやばいっす。やばいね。最初、ほい。先行で。先行ヤギ、後攻ドースー。それでは、お願いします。せーマジ喉に。まさかの大波乱が起きました。これギター違う、喉に入ったから、ね、でもアウトはアウトよね。アウトですけど、はい、そういう特殊能力持ってるん。やっぱり防御力低かった。弱っ。どうす勝利。イエーイ。ヤギ雑魚。いや含みすぎ。最初はグッチャキホイ。先行でヤギ先行で。それではタオルビンタ対決3回戦、よーいスタート。せーの、ちょっと出た、セーフでーす。ピアス飛んだ。威力半端な。出たけど耐えました、耐えました。
あいうち？今のは先入った、先入った。あいうちやろ。今、あいうちや。あいうちやろ。あいうち。いや、カゴさんわかるよ。ヤギおかしくない？笑っちゃうの。痛っ。ミルミめっちゃ痛い。え、これどうなる？いっぱい1引き分けや。一生いっぱいやろ。一生1引き分けやから。マジかカゴヤンギの勝利。これが皆さんリーダーの実力です。よろしくお願いします。いやー悔しいなこれは。あとこれ痛いのもあるけど笑うのもあるな。おもろくなんて。はい、お疲れ様でした。お疲れ様。はい、皆さん予想してましたか？僕が優勝するなんて。まさかまさかのね。なあ、雑魚すぎんこいつ。弱すぎんのよ。防御力ゼロ。だって一発目しょっぱな吹いて、二回目自爆してんの。笑っちゃうよ。しかもカゴさんとの対決の時全部吹いてるからね、ちょっとずつ。さあ、これまたやろ。じゃあやる。うん。じゃあ彼帰ってきたらまたやる。やろうか。俺ちょっとね、耳今キーンってなってんねや。ずっとおかしい。耳鳴りしてる。破壊力だけ抜群や。あかない。赤めっちゃ痛いもん、ほんまに。頑張れる皆さん、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということで、チャンネル登録よかったらお願いします。高評価、コメントお願いします。通知ボタンもお願いします。それではまた次回お会いしましょう。レッツビバッシュ。バイバイ、ありがとう。センキュー。